試作機テラフージアトランジションは、米国の空陸両用の軽飛行機である。ダーパのトランスフォーマー TX など、スカイカーの製造を行ってきた、テラフージア社が製造し、2006年に開発を開始した。トランジションのエンジンには、ロータックス社の9 1 2 s 型ピストンエンジンが採用されている。地上走行時は、後輪駆動の動力、飛行時には、 推進式プロペラの駆動動力として使用される。燃料には自動車用の無塩ガソリンを使用し、最高速度時速 185km、航続距離 740km を実現する。地上での最高速度は時速 105km である。機体は炭素繊維強化プラスチック製で折りたたみ可能な主翼と装備翼を持つ。主翼を折りたたんだ状態の寸法は、 車高2.0メートル、車幅2.0メートル、車長5.9メートルであり、米国の標準的な車庫に収納できるように設計されている。自動操縦装置は装備していない。発売時の価格は20万から25万米ドルと予想されている。また、2010年時点では予約金1万ドルにて、同社のホームページで予約も行っている。 当初は2011年の初出荷を目指していた。エアーエアベンチャーを四行州で展示された試作機試作機は、米連邦航空局の監督のもとニューヨーク州のプラッツバーグ国際空港で、機体記号 AN302TF を付けて2009年3月5日に初飛行を行った。2010年7月1日、テレフュージア社は FAA の最大自力重量規定の適用除外を受け、 重量 650kg ながら軽量スポーツ用航空機の認定を受けられるようになったことを発表した。これにより路上走行用の自動車に義務付けられているエアバッグやバンパーなどを装備できるようになった。2012年4月には国際自動車展示会のニューヨーク国際オートショーに出展された。テレイフュージアのディートリッヒ CEO によると年内は 試験を続行して2013年の発売を目指している。2017年11月にテレフュージアは中国の吉都市議社の親会社の石膏、吉都市空港集団に買収され、3倍の人員と資金を得て開発体制を安定させたことから2019年の市販を発表し、2018年10月に世界初の量産型スカイカーとして注文開始した。 アメリカのウィスコンシン州で開催された押越しし航空ショーで2010年7月26日にトランジション量産機の使用が公開された。ありがとうございます。